皆さんこんにちは、ラケットハウスキングの桑田さんです。桑田さんね、4歳の頃からガット張ってまして、今年36なので、まあ30年以上ガット張りに携わってるんですけども、まあ30年以上やってると、もう目つぶってでもガット張れるんじゃないかなと思いまして、まあ、今回目をつぶってガット張ってみたいと思います。それではご覧ください。じゃあこちらアイマスク、ダイソーさんで買ってきましたんで、これ二重につけたらさすがに見えないと思うので、まずこれをつけてみましょう。あ、もうこの時点で見えない、念のためこう二重にしときましょう。下の方からね見えたりするんで、もうこれ見えないですね。眼鏡をねつけようかなと思うんで、はい、じゃあこの状態でガット貼っていきたいと思います。はい、ではこちらのねシダラケット、つぶりながらも全く見えません。暗闇ってこんなに怖いんですね。はい、では今から貼っていきたいと思います。サポートとしてね、ポンコツ前衛にニッパーとかスターティングクランプとか必要な道具だけ渡してっていうのを言います。はい、じゃあちょっとペンチお願いします。ニッパーやんペンチ、あ、これペンチですね。このペンチ、これちゃんと目つぶってでもセンターわかるっていうね。いきなり挫折しております。早い、企画倒れです、ね、誰が企画倒れあ、いけた、はい、でこれでね本数測っていきます。ぐらいの感じになってくるので、ね、ラケットのパターンとかある程度覚えてるので、もう見えてなくても大体分かっちゃうっていうね、そういうのがありますね。明日ね、ゴールデン会、私の手作りローストビーフでパーティーしようかって言ってるんですけど、料理好きなのでローストビーフ簡単に作れますからね。ローストビーフの、ね、皆さん簡単な作り方、ちょっとここでレシピ紹介したいと思うんですけれども、よくねスーパーとかでももの塊肉、ブロック肉って、夕方とかになると売れ残っててね、半額とか安く買える時が結構あると思うんです。でそのもも肉を、まあ、簡単にローストビーフにする方法なんですけれども、まず塩コショウですね。塩コショウをしっかりこう全体にまぶしてください。肉としては 300g ぐらい、厚みがまあ3センチぐらいですかねのものっていうのがいいかなと思います。でそちらにこうしっかりこう全面まぶしつけまして、でテフロンでもいいんですけど、できたら鉄のフライパンがいいですね、をしっかり熱してください。こう煙がキュッてこう、お前何言わしとんねん、長かったわ。今触ってるのに普通に挟めた。俺の指先すごいね。はい、というわけでね、できたんですけども、ほとんど自分で見ても驚いたんですけど、目飛ばしもないし普通に貼れてるんですが、最後くくるところだけね、はい、ちょっと目つぶったままではやっぱちょっとくくるところだけは不安が残るという感じでしたが、基本的にははい、きっちり貼れます。ただ
普段ね桑田さんがどれだけの精度でガッと貼ってるのかなって分かってもらえたかなと思うんですけれども、目をつぶってもこれだけの精度で貼れますよっていうのがお分かりいただけたんじゃないかなと思います。はい、今後もねラケットハウスキング桑田さんは、今回の経験をまた元にまたどんどんガッと貼りの技術も磨いていきたいと思いますし、スタッフたちにもねガッと貼りを教えていきたいなと思います。それではこの動画を見て面白いと思われた方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。